さんこんにちは。環境試験科学科の研究室訪問のナビゲーターを務めます堀川良樹です。これからいくつかの研究室を訪問していこうと思います。渡辺誠先生の研究現場にやってきました。先生の研究室では変化する環境に対して樹木がどのように応答しているのか調べています。確かこの辺りで持ち合うというふうに言っていたのですが、こっちです。何してるんですか？卒業研究の一環で葉っぱ取ってます。高校生へのメッセージお願いします。はい、私が高校生だった時には植物と環境問題について、漠然と興味を持っていました。なので大学に進学しようと思った時には植物と環境について扱っている東京農工大学の方で、そして環境資源科学科に入学しました。講義としては座学も多く、野外実習するということはあまり多くはありませんが、それでも今こうして4年生となり研究室に入ってからはこのように木に登って実際野外に行って調査をするなど植物と環境を相手にしたそういった研究ができています。ぜひ環境と資源に興味のある方は東京農工大学環境資源科学科に入学し、このように野外に行ってもよし、資源について学んでもよし、それぞれおのおの関心と思うということを見つけて研究してください。小田先生並びに水川先生の研究室です。環境中の有機汚染物質、とりわけ分子レベルの解析を通しまして、さまざまな環境問題の解決に向けて取り組んでいます。それでは入ってみましょう。何かされていますね。何をしているんでしょうか。海岸中にはこういったプラスチック破片が多く存在しているんですが、こういうプラスチック破片には有害な化学物質が多く含まれています。プラスチック破片中に含まれている有害化学物質がどういった成分がどのくらいの量存在しているのかというのを化学分析によって計量をしています。それでは実験操作を見せてもらいましょう。これからプラスチック破片の中に存在している有害化学物質を有機溶媒に溶かし出す操作を行います。こちらの褐色の瓶にプラスチック破片を入れていきます。これからプラスチック破片中に存在する有害化学物質を溶出させるための有機溶媒を測り取ります。このようにしてプラスチック破片中の有害化学物質を有機溶媒中に溶かし出していきます。それでは高校生の皆さんにメッセージお願いします。はい、私が実際に高校生だった頃、環境問題に関心を持っていたのですが、
具体的にどのような形で環境問題に携わっていけるのかイメージが湧かなかったのですが、この大学に入学して今の研究室に入って、海洋プラスチック問題がどれほど深刻であるのかということについて学ぶことができて、実際に今プラスチック破片中にどれほどの有害化学物質が含まれているのかを分析することによって、プラスチック破片中の有害化学物質がどれほど生物に悪影響を及ぼしているのかについても研究することができ、実際に環境問題に携わっている実感が湧いています。少しでも環境と資源に興味のある学生さんがいらっしゃいましたら、ぜひ東京農工大学の環境資源科学科を目指してみてください。環境資源の環境分野におきまして、植物や土壌をキーワードに環境修復に取り組んでいる橋本先生の研究室です。それでは入ってみましょう。橋本先生はどのような研究をされていますか？私は土壌汚染に関する研究をしています。最近東京では豊洲の市場移転なので土壌汚染の問題がよく耳にすることがあると思います。土壌汚染の問題をどのようにして解決するのか、それについて科学的に研究を行っています。CP 発泡空港装置と呼ばれる分析装置です。この機械を使って土壌中のカドミウムや鉛などの汚染物質を分析しています。環境資源科学科を志望している高校生に向けてコメントをお願いします。環境や資源の問題は今や世界的に重要な課題になっています。皆さんぜひ私たちと環境や資源の分野、特に木材、その加工に関する研究をなさっておられる安藤先生のお部屋です。それでは行ってみましょう。安藤先生はどのような研究をされておられますか？基本的には木材の機械加工を一般に行っているんですけれども、今回はですね、こちらの CO2 レーザーを紹介したいと思います。はい、CO2 レーザーは、赤外線のレーザーなんですけれども、主に私たちは穴を開けるという加工に使っています。今これヒノキの板、これからこれに CO2 レーザーで穴を開けたいと思います。はい、今見ていただいた板がこちらですね。直径表面で2ミリメートルぐらいの穴が、先ほど貫通したの見えていると思いますけれども、裏面は非常に小さな直径の穴が入っておりますけれども、先ほどはですね、1キロワットで 0.25 秒の照射を行っておりますので、その時間でこの90ミリの板を貫通させたということになります。加工した木材はどのように利用しているのでしょうか？今回は木材を腐らないようにするために下絵をお見せいたします。これ農工大のキャンパス内のベンチに実際に使っているものなんですけれども、こちらがですね、中耳性の悪いスプルースというものですね。でこちら中耳性の良い日本の杉という木に、今の穴を使って木材を腐らせないための薬を入れるということを行います。中耳性の悪い木材ですと、このように材全面に非常に多くの穴を開ける必要がありますが、杉のように比較的中耳性の良いものですと、このような少ない穴の数で大丈夫です。大きな断面ですとなかなか材の内部を処理できないんですが、先ほどのレーザーの穴を使うことで、深い穴が開きますので、この材料全体に薬が行き渡って長持ちするということが期待できます。環境支援科学科を志望している高校生に向けエールやコメントをお願いいたします。はい、環境支援科学科っていうのは非常に多岐にわたっておりますし、皆さんの興味のあるものは必ずあると思います。これから環境や資源、どうしても我々が生きていく上でですね、必要なものですので、楽しい学問になると思います。ぜひ、うちの学科で一緒にやりましょう。環境資源を考える上で、水というものは非常に重要になります。その専門的な研究に取り組んでいる近田研究室
にお邪魔してみましょう。近田先生はどのような研究をなさっておられるんでしょうか。私は物質が水に溶ける理由を探っているという研究をしているんですけれども、まあ、すでに溶けている物質の上に水が何分子水和しているかというような理想的な情報を集めるという研究をしてまして、それがまあ展開できればいろんな物質が水に溶ける溶けないの理解につながるんじゃないかと思って、天然物の物質を中心にそういう研究を展開したいと思っておりまして、水分子の動きが捉えられるような実験をしております。物質が水に溶ける現象を捉えるためにはどのような装置を使われておられるでしょうか。はい、ここにある装置を使って研究をしております。この装置は我々は水和数を決めるために、使っている装置なんですけども、実はただのネットワークアナライザーと呼ばれている電気回路の伝送特性を測る装置なんですけども、非常に高い周波数まで測定できるんですが、その能力を応用して水分子が、回転をする速さっていうのを非常に精密に捉えることができまして、水分子が何個注目している溶液中に存在してて、どれくらいの数運動できるのかというのを、かなり精密に調べることができまして、その中に、物質が溶けていくと動きが止まった水分子というのを数も出すことができて、1グラムあたりの分子に、何グラムの水、あるいは、1モルの溶質分子に何モルの水分子が、水和してくっついているかというような情報を手に入れることができます。まあ、それを使って水和数を決める、でそれが物質の溶解性にどのように効いているかというようなことを研究をしております。環境支援学科を志望する高校生に向けてエールやコメントをお願いいたします。我々がやっているその環境あるいは資源の分野っていうのは、これから人類が存続していくために非常に重要な分野ですので、興味を持っていただける生徒さんにはぜひここに入ってきて、その人類のための研究を展開してほしいと思ってるんですけれども、実は私理学部出身の人間なんですけど、環境であるいは資源で、研究をしている先生方というのは幅広い出身の方がいらっしゃいまして、いろんな知識を総動員して、実際にやらなきゃいけないという現状がありますので、割と広い考え方でもういろんなことについての理解を進めて、それで総合的に環境とか資源の問題を展開していけるような先生さんたちにぜひここに入ってきて、我々と一緒に未来の地球のために研究を展開していっていただければと思っております。よろしくお願いします。